飛び出す桜の仕組みを使って立体的な壁面ケージを作ってみました。この型紙はコメント欄からダウンロードできます。画用紙2枚と型紙、13センチ角ぐらいがいいですね。重ねてホッチキスで留めます。これをハサミで切り取ります。13センチ角であれば四つ切り画用紙で12個分取れます。さらに4箇所、ホッチキスで留めて、まず花びらを切ります。半分に折っておきましょう。花びらがあったところを深く切り込みます。あとは線に沿って切っていきます。花びらの境目のところに折り筋をつけていきましょう。1枚分がのりしろになりますので、後のところにおしべを書いていきます。ここではチョークを使っています。描いた部分を内側に折って、のりしろの部分にのりをつけて貼ります。チョークは粉っぽいのですが、内側になるのでそれほど気になりません。これを7つ用意して、順に番号を打っていきます。ボンドや糊をほんの少しだけ先につけてください。1番から順序よく貼っていきます。2番3番は横に、4番は真ん中、5番6番は2番と3番に重ねます。最後に7番を真ん中に貼ります。一番飛び出ているところに両面テープをつけます。きれいに剥がせるタイプがいいです。くっついている場合がありますから、ちゃんと開くかどうか確かめてください。くっついているところはそっと剥がしてください。両面テープを取って、壁に広げて貼ります。立体的な桜が飛び出してきます。戻りやすいので、押しピンが使える壁なら押しピンで押してください。バランスよく桜の立体的な桜を貼ったら、残っている花びらにも両面テープをつけます。両面テープを剥がして、凹凸のある板などに貼っておきましょう。
こうすればいちいち両面テープを剥がしながら作業しなくても済みます。全体のバランスを見ながら桜の花形や散っている花びらの様子を貼っていきます。こんな風に出来上がりました。片付けるときには、これはクリアフォルダーですね、少し凹凸のあるものです。それに花びらを貼り付けていっています。これをクリアフォルダーに挟んでおけばいいわけですね。また花の方は剥がしたら透明なシートをここに貼り付けています。そして先ほどのクリアファイルに、花びらと立体的な花を一緒にしまっておきましょう。傷んでなければこれで来年も使うことができます。